こんにちは。こんばんは。今回は、前回の続きです。今回はこれに収録されてるマーク3番の北斗の拳をやるのよね。だて、前回リメイク版の宝砂訓練士だがら今回はオリジナル版の宝砂やるだ。いやもう何言ってるかわかんないから、なんとなく察しろやボケが。全力で殴るわよ。さて暴力でしか物事を解決できない悲しき饅頭は放っておいて早速始めていきます。まだ言うか。お、マークさんっぽい画面に切り替わったわね。そうだな。ってことでこちらがマーク3番のタイトル画面です。タイトル画面でしばらく待ってるとプレイでも流れますが早速始めていきます。ざっくり操作説明しますと、方向キーの左右で移動、上でジャンプ、下でしゃがみ直後に上でハイジャンプ。まるでキック、バツでパンチって感じです。リメイク版の方みたいに扇や陶器解放はないのね。ああ、昔のゲームだってこともあるけど操作は至ってシンプルです。ちなみにマーク3番もザコと戦うステージとボス戦のステージに分かれてるんだけど、リメイク版の方はザコを一定数倒すと中ボスが出現するって感じでしたが、マーク3番の方のザコと戦うステージは一般的な横スクロールのアクションって感じになっていて、進んでいくとこんな感じで道中に中ボスが出てきます。なるほどね。一面では今倒したスペードの他に、ダイヤ、クラブ、ハートの4人の中ボスが出てくるみたいです。リメイク版の方だと真と戦う前にハートしか出てこなかったわよね。そうだな。あと画面上に体力ゲージがありますが、体力はザコを10体倒すと2メモリ回復して、中ボスを倒すと4メモリ回復するらしいです。なるほど、それでさっきから微妙に体力回復してたのね。あとこのゲームは残機制で、体力がなくなると一気失い。残機がなくなるとゲームオーバーで、コンティニューはないようです。なかなか大変そうね。ああ、リメイク版とは打って変わってマーク3番は結構難しいゲームみたいです。そうなのね。どっちかっていうと何度も繰り返しプレイして徐々に進めるようになっていくってタイプのゲームなんじゃないかな、多分だけど。で、触ってみた感じはどうなのよ。うん、なかなかいい感じです。そこまでスピーディーな感じではないけど、リメイク版よりも操作がシンプルな分テンポよくプレイできる気がします。そうなのね。例によってあくまでウプ主の個人的な感想だけどな。あと敵倒すと粉々に飛び散るのがなかなかに爽快感あります。ちょっとグロい気もするからその辺は好み分かれそうだけどね。まあな。でこの後は同じようにまたザコを倒していき、スペード、ダイヤに続きクラブと戦います。そういえばウプ主漫画もアニメもちゃんと見たことないって言ってたけどこの辺は多少知ってそうね。ああ、学生の頃確か電車の待ち時間に古本屋で漫画少し立ち読みしたのと、あと最近 Amazon プライムでアニメも5話くらいまで見ました。5話って中途半端ね。ああ、とりあえずハート様がひでぶするところを見て一旦満足してしまったので続きはそのうちちゃんと見ようと思います。なので全体のストーリーは大まかにしか知らないので前回、今回と何か間違ったことを言ってたらごめんなさい。ってことでここで我らがハート様の登場です。が、あっという間にぬっ殺されました。まあだいぶ体力減ってたしね。で一気失い再び進んでいくわけですが、ステージの頭からになるかと覚悟してたんですがやられたところからちょっと手前に戻される感じらしく、すぐハート様出てきました。やられると中間ポイントから復活って感じかしら。多分な。でこのハート様なんですが、いくら攻撃を当てても倒せず、もう一度やられ、さらにもう一度やられ、あっという間にゲームオーバーになりました。いやなんでよ。さすが剣法殺しのハート様だな。どうやらウプ主が操る北斗神拳では太刀打ちできないようです。うん、そういうのいいから。まあさすがにこれはなんか倒し方があるんだろうと思ってネットで調べてみましたら、どうやら原作のように腹に集中攻撃しないといけなかったようです。いやまた負けてますけど。うん、ここに来るまでに体力が減りすぎてて倒す前に力尽きました。ちなみにハート様は腹に4発しゃがみパンチくれてやればひでぶするっぽいです。ってことでまたハート様の腹を叩きに戻って参りました。今度は体力もたっぷりあるし大丈夫そうね。ああ、倒し方さえ分かってしまえばそこまで大変じゃないしな。って感じで今度こそハート様にはひでぶしてもらいました。でその後少し雑魚を片付けたら、こんな感じで新とのボス戦になりました。なんかさっきよりキャラ大きくなってない？ああ、ボス戦では一回りキャラが大きくなってちょっと迫力が増します。よくできてるわね。ああ、
マーク3番は評価の高い作品だけあってやっぱ丁寧に作られてる感じするな。でリメイク版では楽勝だったボス戦ですが、こちらでは一面の芯からなかなかの強さを誇っております。確かにもうこっちの体力だいぶ減ってるわね。ああ、ボス戦に入った時に全回復してたのにあっという間に負けてしまいました。これウプ主じゃ一面もクリアできないパターンなんじゃ。まあその辺は見てればわかるぜ。でボスでやられた場合は残機があればまたボス戦の最初から復活できるみたいです。復活早々だいぶ体力削られてますけど、プレイしてるのがウプ主なんだから仕方ないやんけ。逆切れするんじゃないわよ。でまあこの後まあまあ粘るも結局負けてゲームオーバーとなりました。いややっぱ無理じゃない。逆にお前はいつからウプ主がそう簡単に一面クリアできると思ってやがったんだ。いや私は最初から思ってないのよ。まあさすがにこのまま終わるのは悔しいのでまた頑張って道中をこなし真のところまで戻ってきましたよ奥さん。だから誰が奥さんなのよ。でネットで軽く倒し方を調べてみたら真はジャンプキックを入れた後にパンチして後ろに下がるって感じの攻撃を繰り返せば倒せるみたいなんだけど、結構タイミングが重要みたいでウプ主にはいまいちうまくできず一度やられ、もう一度挑戦し今度は多少マシになるも結局またやられ、その後もなかなか勝てず何度かゲームオーバーになりました。いや全然ダメじゃない。ああ何度も最初からやるのちょっとしんどくなってきました。ただ少しずつではありますがコツを掴んできたので、何度か挑戦しているうちにウプ主でもどうにか倒すことができたのでその様子を見てみましょう。いやもうすでにピンチじゃない。ああ、ウプ主の場合どうもここは左にいるとやりづらかったので無理やり右に回り込んだりしてたからすでにだいぶ殴られてます。あとジャンプ蹴りした後のパンチが何度やってもうまく入れられないので途中からなるべくジャンプ蹴りだけを当てていく感じに変えました。結局ウプ主にはうまくパンチのタイミング合わせられなかったのね。ああ、なのでちょっと時間はかかるけどジャンプ蹴りだけでちまちま削りました。危な。ああ、今のはやられたかと思ったよな。でここまでボスの体力を減らしたら最後はパンチを当てると奥義でとどめが刺されますって言ってるけどまだ蹴ってるじゃない。それはウプ主が蹴って避けることに集中しすぎてボスの体力メーターが目に入ってないからです。ダメじゃない。でしばし無駄な蹴りを入れ続け、ここでようやく気づきパンチを入れると、って感じで北斗百裂拳が炸裂して芯が倒せます。なかなか凝った演出ね。ちなみに漫画だと技名のない連続パンチ、アニメだと北斗十字斬という奥義で芯は倒されたらしいです。漫画とアニメとゲームで倒された技がそれぞれ違うのね。ああこの辺も聞きかじっただけだから後でちゃんと漫画とアニメも見たいな。ってことでどうにか2面にやってきました。1面は荒野だったけど2面は街の中って感じね。そうだな。さてどんな感じのゲームかっていうのかはざっくりお届けできたと思うので、ここからはさらにカットしつつウプ主が進めたところまで見ていきます。2面では2体ほど中ボスが出てくるようで、1体目はこんな感じの鞭を使って攻撃してくるやつでした。でここで一度やられ、2度目で倒し、さらに先へと進んでいくわけですが、2体目の中ボスにたどり着く前に一度やられ、後がない状況になってしまいました。このまま2面クリアするのは難しそうね。まあでもこの後は2体目の中ボスのマット軍曹までたどり着けました。とりあえず2体目の中ボスまでは来られたのね。ああでここもなんとか切り抜けました。お、意外となんとかなってるわね。そうだな。でこの後少し進むとって感じで2面のボス戦になりました。2面のボスのカーネルは距離を取るとブーメランで遠距離攻撃してくるらしいので、こんな感じでなるべく近距離で戦った方がいいようです。その辺も攻略情報を調べた感じね。ああ、軽くだけどな。で1面の芯よりはだいぶ楽に勝てました。確かにボス戦は1面よりも簡単そうだったわね。まあとにかくこれで2面もクリアできました。2面はクリアできないんじゃないかと思ったけどとりあえずなんとかなったわけね。ウプ主の腕にかかればこれくらい造作もないことよ。だからすぐ調子乗るんじゃないわよ。まあ何にせよこのまま3面へと進みます。で3面はまた荒野のようなステージを進んでくんですが、2面よりも比較的楽に進め、割とすぐ中ボス戦となりました。
で見ての通り中ボスには若干苦戦しましたが、なんとか倒せました。倒せたけど体力半分くらい持っていかれたわね。まあでも3面の中ボス戦はこれ1回だけで、この後はしばらく雑魚を倒し続けたらボス戦になりました。3面は短めなのね。そうみたいだな。で3面のボスはデビルリバースという巨人なんですが、ここではその大きさを表すためかボス戦でもケンシロウのサイズは小さいままになってます。で、瞬殺されてこれにて終了です。いや本当に瞬殺だったんですけど、どうやら体に触れただけでダメージ受けるみたいで、攻撃を当てたら素早く間合いを開けないといけなかったようです。また最初からになるのね。ああ、でも今回はちょっと疲れたのでここで終わりにしました。ってことは今回は全クリまではやらなかったのね。そういうことだな。てか結構難しいから続けててもオープン主には全クリできたかわかんないしな。確かにそれはあるわね。ってことで最後はかなりあっけなくやられてしまいましたが、ウプ主がマーク3番の北斗の拳をプレイしてみた様子は以上です。なんかあれよね、リメイク版はちょっとぬるすぎる感じだったし、オリジナル版の方は結構難しい感じだったし、難易度の差が激しいわよね。そうだな。まあリメイクって言っても結構別物って感じだったから一概には比べられないけどな。まあでも前から一度やってみたいと思っていたマーク3番の北斗の拳をようやくプレイできたので良かったです。マーク3番は難しいは難しいけど、ウプ主が好きそうな感じのゲームだったしね。ああ、マーク3番がコンティニューありでコンティニュー無制限だったら多分全クリするまで粘ってただろうな。といったところで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.